もう順番に順番に調子が悪くなってきたんですけど、はい、原因が全くつかめなくて、はいはい、loose like now you, you know this is kind of very loose yeah was it more strong before or was it strong before I think so yeah because of bushment じゃあ原さんにトップデッドセンター出していただきましょうはい、はい、お願いしますはい、はい、はい、刻印が入りましたはい、はい、よしじゃああれを信じて良かった良かったよ気ぃ使うなこれはい、はい、お見事でございますお見事でございますもう片方はシルバー、はいはいね、はい、これで開く角度が増えたとフラグのギャップもなんですけどあ、はい、ここも広げた方がいいんですよ火炎伝播性が良くなるんですねこれが小さいのだと、はい、爆竹がそこにパン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 なってる感じじゃないですか、はいはいはい、ダイナマイトにしたくなりますからあセットアップするときにちょっとこれ開き目にすると、はい、火炎伝播性が広くなってより爆電性が上がると急に目が覚めちゃうんですねまあ、そんなのも後でやっていきたいなと思いますんでね、はいましたはい、くすぶらせないように、はい、ビシッときつね色にさせていきましょうということで、ね、組んでいきますか組んでいきましょうはい、はい、角でしょでこっちが角でしょ、はい、これ丸でしょ丸でしょ、はい、だからこういうことだね、はいうん、これでピタッと収まって、はい、方向が逆になることはないということでございますはいそうですねはいでこれのはめ方なんですけど、はいはいこれをですねこっちがさっきちょっとポイントした場所ありますね曖昧なんですけどここ、はい、ここに一番のシリンダーが来てるんですよね、はい、なのでここが一番クリアしなきゃいけないんですよ、はいはい、そのためには一瞬こういう風にしてはめなきゃいけないんですねあギアがこうメス側がこうあるじゃないですか、はいエンジン側のギアがありますね、はい、それに対して合わせるためにこう入れていかないと入らないんですよあーなるほどねだからこうなんていうんですかね絞りながら入れていくあーはいはいまっすぐ入れてもまっすぐ入れてもこう、ね、こう当たっちゃうだけなの で、ね、そうするとまっすぐ入れるとこうやって入れるとちょっと左に行っちゃいますね、はいはいはい、そうすると最後ローター調整するときにハウジング調整するときにこう当たっちゃうんですよね、はいはい、プラグワイヤーあーそうですね、はい、なので当たらないようにだいたい同じ状態にしましょうということでございますその前にここにオイルを塗っていきましょうはいゴミがそうです ねちょっとねゴミが入らないようにしたいですねちょっと待ってくださいよこれ掃除しておきましょう、ね、掃除しましょうかよしこれで綺麗になったねよしこれでいいよああこれでさっぱりしたしじゃあちょっと入れてみます、はい、あれ入ったんですね入ったけれどこうあまだ入ってないですねあまだ入ってないですこれがしっかり落ち込まなきゃいけないですねあ、そう、はい、あどうですかほぼいいですね今下へ落ちました、ね、落ちましたはいどうですかあいいですねいいです入りましたね入りましたぴったり OKOK よし大事かも突破しましたね一番書きにくいなはい、はい、5番4番
2番。はい。はい。切り欠きのところを合わせて、はいはいはい、うん、はいはい、気持ちいいぐらい、いい感じですね。はまりました。はい、はまりましたね。で、いや、いいですね。コードはこれもうつないでいいわけですか。そうです、そうです。はいはい、はい、こういう、前だったらこういう向きにつけなきゃいかんってことですね。そうですね、上がってる、そういうことですね。そうです、そうです、そうです。それで押さえ込むだけと。これが TDC の位置なのでね、はい、大体の TDC の位置なんで、はい、まあ0ぐらいでちょっと深刻させておきましょうということですね、はい、右回しかこうだね、はい、こんなぐらいで合わせておいて、うん、あとはこう回しながら調整していくわけです。あの12度に合わせていくという作戦でございますね。はい、はい、もうプラグも変えちゃう、うん、これはね、あの1000人突破でプレゼントということでありがとうございます全然前のとは違ってイリジウムのすごいいいやつ、はい、いいやつです、ね、いいやつです。そうですね、ただ前のプラグは AP8F、はい、とかで今国内で探しても見つからなくて、はいはいはい、で調べれば調べるほど海外から取り寄せになるんですけど、はいはいはい、同じ NGK なんですけどね、はいはい、僕のコブラこれ使っていて調子良かったですよ。あ、そうですか、はい、まあ坂は簡単ですけどねこれでも互換性があるってことも初めて知りました、はい、もうあの番号の品番のプラグじゃないとダメだと思ってたんでそればっか探したんですけど、あ、はいはい、はい、あるんですね、その互換性ってやつが。互換性があって、互換性は、まあ、この深さだったりしますよね。こういう深さだとか、あ、はい、まあ、溝のピッチだとかいろいろとありますので、それが合えばいいですよね。そういうことですね。あとはこのギャップです、はい、プラグギャップ、これを調整しなきゃいけないと私は思ってるんですよ。でこれがね、ストックのフォードのスペックは 0.032 から 0.034、 だけど MSA にした時は 0.045、 0.047 インチまで開けていいですよってことですね。それだけ、あの電圧が一定してるし、強いホームランバッターなので、はい、大谷翔平なのは大丈夫なんですよ。なるほど、はい、なのでこれで合わせていくんですね。あ、それがこれが専用の、そうなんです、そうなんです、広げる、そうなんです、簡単でやるものだと思いました。これね、 0.48 ぐらいまでいってますね。これ狭いですね。あ、はい、あ、本当だ。ね、これだけムラもあるんですよね。でこれでちょこっとね、キュッと。なるほど。はい、で 0.045 ぐらいにしましょうかね。これ0.045。0.045から0.047。0.0、あ、本当ですね。ね、はいはいはい、これインチですから、ミリじゃないのでね。はい、ああ、0.。感覚ですね。はい、そうです、そうです。あ、行き過ぎましたね。行き過ぎましたね。あ、でもいいとこ行ってますね。あ、行き過ぎましたね。勢い余ったなって感じしましたもん。微妙ですね。微妙。あ、来た。いいですね。よし、できました。よし、もうこれで完璧。これは知らなかったです。これ知らなかったですよね。知らなかったです。はい。はい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 。早いですね、みんなでプラン交換して。早いね。原さんがあのバーベキューご馳走してくれるということで、今火を起こしてもらいます。楽しみだね。今日は日和です。日和ですね。日和です。真夏よりも日和です。真夏よりいいですね。それは早そうですね。ジェットです、これは。ジェットで火がつく。ね、いやいや、すごいことになってきたぞ。いや、いいな。
今日はバーベキュー今日はバーベキューだね、うん、素晴らしい ありがたいよこれ見てこれまたこれあ、それあのタレかけて食べてください、王様の手作りということで御殿場の名品の、いや嬉しいなあ、これねどうですかこれ、これ YouTuber らしい仕事してるねこれね、よっしゃ、これ見たことない、わぁ、よっしゃ、これも裏庭で採れた牛ですかあ、ごめんごめんなわけやないはい、じゃあデスビーセットアップ終わって、はい、プラグをつなごうと、でその前にちょうどプラグ抜いたからキャスティングナンバー調べてみたんですよね、はい、そうするとここに書いてあるこれ C の 8AEH って書いてあるの、ハイフォン H、はい、このキャスティング番号からいくと紛れもなく427なんですよね、あ、文章を見ると7.01 って書いてあるんで、もう428と疑ってなかったんですけど、はい、はいはい、そういうことですか、いやもうスーパーヴィンテージエンジンですよね、あ、本物が乗ってたわけです ね、 そうですね、学生ぶりっぱなしだったとしかもご本人あんまり意識してなかったそうですね、いや確証に変わりましたね、すごい、そうだ、じゃあいよいよねデスビ変えて、はいはいはい、じゃあ次に進んでいきましょう、じゃあ1番から、1番から、はい、1番はこちらですね、そうですね、はい、じゃあこっち1番、はい、1番はこちらですね、次に、これが2番、2番こちらですね、5番、何から来たらいいか、5番、5番、あ、そうですね、そうですね、いいですね、はいはい、じゃあ次のねプラグ結束終わりました、はい、はい、じゃあこれでエンジンかけてみましょうかね、はいはい、よし、いよいよだね、最終調整、はい、よいしょ、はい、かけます、はい、おお、角度が合ってないな、ちょっといっぺん落としてください、よし、じゃあ、はい、お願いします、はい、これ今ゼロ、うん、おお、ああ、よかったよかった、いい音してる、ちょっとまだタイミングがちょっと遅れてる、ああ、これからだもん、あー、よかった、いやー、全員時かけますよ、はい、はい、大丈夫ですか、はい、はい、これは12でいいわけですか、
ほぼ合ってますよね、12。ほぼ12ですね。ほぼ 12だね、はい。12で今度アドバンスさせていきましょうか。25度のアドバンスタイトル入れましたので、はい、12だと37度くらいまで上がってくると思うんですよね、はい、なのでまずそこを37度にセットしていただいて、タイミングライト、はい、37度ですね、はい、はい、それでさっきの我々の出したトップデッドセンターがマーカーポイントで合致すれば37度まで上がってるよってことですね。そういうことですね、はい、ちょっとこれ、はい、はい、800ぐらいでもうすでにぴったり37度に合ってます、はい、今でアドバンスしたってことですね。そうですね、はいはいはい、じゃあコブラフォーラムの中でいう、データ、はい、3000回転未満のところで、はい、まあ、37度というところがベストだよというふうな話でございますので、コブラの427はこれ正真正銘の427だからね羨ましいな羨ましいですよ。今日なんかすごく嬉しいことを教えてもらってきました。428だと思ってたんで、428だと思ってましたよね、僕も428だと思ってました、大概あのコブラ427ってバッチリチューンなんですけど、そうですね、428がほとんどですからね。そうですね、本当の427を見たのは初めてですね。というかまあ1台しか見てないですそんなこともあるんですね。いやいや、さすがでございますね。でデスビを変えてだいぶ安定、はい、回転数も違ってしましたね。はい、はい、はい、やっとここまでたどり着きました。はい、苦節1ヶ月ですね。そうですね、はい、やっとキャブ調整ということになりましたんで、はい、これお楽しみタイムの方でございましてですね、はい、まずワイングラスをセットしていただきながらですね、はい、振動を見ながらあのキャブ調整をしていきたいと思いますね、はい、この辺でいきましょうかね。そうですね、はい、この辺りでいってみましょう、はいはい、カルスでいきましょう、はい、はい、はい、そんなところですね、はい、蓋しときましょうかね、はい、よく私たちの番組を見ていただけるだけあって、よし、オッケー、はい、オッケーですね、オッケー、はい、大丈夫だと思います、はい、はい、じゃあこれで振動見ながらやっていきましょう。はい、まあ、振動この湖面を見ながら、湖面というかですね、水面を見ながらこうバイブレーションを見てきますけどね、はい、あの時々失火がするとパラッ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 、それをもうあのできるだけ少なくしましょうと、うん、でまあこれのそのチューニングの方法なんですけど、キャブのまず薄めを狙っていって、はい、振動が出ないところまで、はい、で持っていって振動が出始めたらそれ以上薄くすると失火が始まってるよっていうことなので、それから濃くしていきます、はい、でも濃すぎると、まあ、燃料濃くなりますんで、まあ、燃費はどっちでもいいとは思うんですけど、混合気が濃くなっちゃって、結果的にはその完全燃焼してないケースもありますので、はい、まあ、それをこのね、掘り場のテスターを使いながら、これを見ながらですね、はいはい、調整していきたいと思います、はい、で基本的に CO これは車検通すためなら 4.5% 以下なんですよ、はい、HC は 1200ppm 以下、はい、ということでございます。で、CO が濃いとき、例えば CO 濃度が、はい、
5%、6%、7%、8% になると燃料濃いと思うんです。あ、なるほど。で、HG は失火してるってことなので、はい、これは薄いと、はい、いうことになりますので、これをよく見ながら調整 していきたいと思います。はい、はい、ただ今回は、環境に優しいコブラというよりは、ベストパフォーマンスのコブラ、そうですね、そこを目指したいですね、はい、目指しましょうか。わかりました、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、じゃあこの中に突っ込んでいただきましたですね、はい、これは入るところまでですか。そうですね、頭入ってればいいですね、プローブのところ、はい、なんか当たって、はい、あ、そんな辺でいいですよ。いいですか。大丈夫です、ね、はい、大丈夫です。じゃあこれがですね、パブリンで飛んじゃうもんですからね、あ、テープで留めときますか。あ、多分これでね、大丈夫ですよ。いきますか。これで大丈夫、はい、OK です、はい、じゃあ今の状態を、はい、見てみましょうかね、はい、はい、じゃあエンジンをかけていただいて、はい、いい音するな。バッチリだね。あ、めちゃめちゃ濃いですね。あ、じゃあこれを薄めにしていきましょうか。そうですね、だいぶ濃い感じですね、はい、はい、分かりました。じゃあ一旦今どれだけ、はい、まあ、年長のスクリューが、はい、開いてるか、あ、これをメモっておきましょうか、はいはい、じゃあ私初期やりますので、はいはい、これは一度前提、右にね、締めるんですね。右へ、うん、完全に締め込んでみてください、はい、その時に半回転ずつ回してやってください。半分、はい、一回転、はい、あ、半分ですね。あ、一回転半、はい、一回二分の一ですね、はい、はい、了解です。コブラのやりますね。やけどしました。マフラーに触れました。マフラー前回のジェフに言われた、あの時ですね、やっぱり長ズボン履くんですね。最後に集中してるとついつい近寄っちゃいます、ね、寄っちゃいますね。寄っちゃうんだよね。半分、はい、1回転、はい、あ、ほぼ1回転ですね。ほぼ1回転ですね、はい、はい、これで止まります。1回転半ですね。あ、こちらも1回転半ですね、はい、はい、1回転分の1と、はい、半分、1回転半分、あ、1回転半ですね、はい、1回転半、はい、じゃあですね、ちょっと濃いわけなのでどうしましょう、はい、こちら1回転、はい、全部1回転にしておきましょうか。全部1回転、一旦1回転1回転にしておきましょうか、はい、はい、1回転です、はいはい、じゃあこれでどんなような混合機になるか見てみましょうかね、はい、下がりしましたね、はい、下がったがまだ9、濃いってことですか、まだ濃いってことですか。ですね、さっき締め込んだ時に瞬間が4度まで上がっちゃったの。4度まで、あ、そういうことですか。なんでもう一度これセットアップしましょうか。今4度まで行っちゃってますんで、はい、はい、ね、止めました。もうちょっと止めてください。はい、いっぱいいっぱいですか。はい、はい、
はい、いい感じですね。はい、止めました。素晴らしい、いい音してる、いい音してる。あ、ハイドリングが上がったわけですか。上がりました。あ、今これで、そう、いいエンジンだね。安定感やばい。だからこれをもうちょっと下げましょうか。下げますか。はい、今1230、700ぐらいまで落としましょうか。はい、心地よい音ってあるじゃないですか、はい、あんまり高回転だと良くない時もありますからね。そうですね。でもう下水も真空になってるので、はい、失火してない。なるほど。だからすごく安定してるので、うん、やっぱりあの元の原因下水だったってことは明らかでしたね、そうですね、まだ怖いですよね。そうですね、はい、なのでもう4分の3、4分の1、もう4分の1締め込んでいきましょうか。4分の1、はい、締める、今が1回転でしたね、はい、なので4分の3にするってことですね。じゃあ締めるですね。4分の1締める。はい、4分の1。はい、でこっちも4分の1締めましょう。はい、
下げていきましょう。アイドリング。アイドリングは。はい。だから今の状態半分半分半分ですよね。はい。二分の一二分の一。そうですね。全部二分の一、ね。約二分の一ぐらい。これを覚えておいていただいて。はい。全体が二分の一。で自分で、もうちょっともうちょっとってやっていただくといいかもしれませんね。わかりました。これはこれ持ってらっしゃるから回転数見て。そうですね。あ、今ちょうどいいなっていうところを選んでいただけるといいと思うんですよ。わかりました。はい。じゃあちょっとアイドリング下げます。そうですね。好みのところで。好みのところですか。このままバイブレーションを振り付けてください。ここも見ながら。あー、すごいエンジン。もう最高。650ぐらいのところで、はい、ね、いいとこです。気持ちいいですね。あー、いい感じだ。427ヴィンテージエンジンよみがえりましたね。いやいや、じゃあ次は、はい、いよいよ最終段階ですね。加速ポンプのクリアランス調整、はい、ということをさせていただきましょうかね。はい、はい、これはシクネスゲージ、はい、これ買われたっていうそうです。勇み足で買いました。その勇み足がいいと思います。実はタイムフライトも買われてました。素晴らしいですね、やっぱり本気でございます。はい、で、シックネスゲージはインチのシックネスゲージ買われたんですかね。ちょっと見てみます。はい、インチで、見ると 0.015 のクリアランスなんですよ。はい、それを、まあ、シクネスゲージが少しこさせればいいと、はい、硬すぎず、緩すぎず、それでちょうどこうアクセル、そのプライマリーからセカンダリーに移るときに、一瞬こう酸欠、ガス欠状態になるので、はい、ポンプに貯めておいて、その加速ポンプでポッと送ってあるんですね。そうするとガスが一気に流れる。あ、なるほど。でその時にスムーズにこう繋がっていくということですので、そこがうまくいくと途中がすごい気持ちいいですよね。そういうことですね。踏み込んだ時にわっとこう気持ちよく流れてくるということでございます。でさっきちょっとね、ガバッとこう黒い煙が出てたんですから、はい、ちょっと濃いかもしれませんので、ね、はい。はい、じゃあ最終ステップです。はい、はい、えらい変わりようだ。はい、これはインチでしょうかセンチでしょうか、はい、ちょっと見てみて、はい、これミリでございますね。ミリですか。ミリでございますね。大丈夫です、インチは持っております。あ、そうですか。はい、そうするとこれが加速ポンプのプッシュロッドなんですね。はい、はい、今の状態なんですけど、これの確認の仕方なんですけどね、本当はインチの 0.015 インチなので換算するとミリ、これミリのシクネスゲージですよね。なので 0.375 っていうところなので 0.3 と 0.05 と 0.35 から 0.4 を使って、クリアランスを取っていきましょうということですね。じゃあこちらを、はい、もう下に入りますかね。はい、こちらと、はい、はい、入りますか。あ、いい感じですね。ちょっとくねくねしちゃった。はいはい、 0.4 でいって 0.4 でいきます。ちょっと硬いですね。硬い、 0.3 で硬いですかね。はい、もうちょっと緩くしましょうかね。あ、下になっちゃいますね。はい、うん、これでちょっときつめ。ああ、じゃあ 0.4 でね、 0.3 で緩め、うん、もうちょっと緩くていいかな、はい、もうちょいですね。ちょっと待ってくださいね。はいはい、はい、0.4 がもう入んないなっていう。かなり硬いですね。いいですね、うん、そんなところで 0.3 がそろりと入れば、あ、いいですね。いいですね、こんな感じでいいでしょうね。あ、いいですね、はい、はい、いや、お疲れ様でございました。お疲れ様でした、ありがとうございました。もうしっかり時間かかっちゃいましたですね。本当夕暮れではこう疾走することを見るというところだったんですけど、そうでしたね。ちょっと
ょっと出過ぎの展開のところでつまずいちゃいまして、なかなかあのエンジンがかかんなくてちょっと時間いただいちゃって申し訳なかったんですけど、もうあのチューニングしたらバッチリ。じゃあ、まあ今日はこんなに暗くなっちゃってですね、はい、夜のドライブをしてもしょうがないもんですからそうですね、また次回ベストドライブ、はい、今度僕コブラ持ってきますんで、分かりました、一緒にタンデムドライブでちょっとこの辺をドライブしながらですね、いいセッティングになってよかったですね。そうですね、もうセッティングの仕方もしっかりと、はい、もう分かったですもんね、もう後半もう率先して原さんに乗ってらっしゃったからさすがだなと思って、ありがたいです。いや私もいい勉強になりました。ありがとうございます。楽しかったです、本当に。固形も出てない。ちょっと吹かしてみてください、はい、もっと吹かしてみて。全然出てない。大丈夫ですね。 OK、 素晴らしい。ありがとうございます。ベストコンディションおめでとうございます。ありがとうございます。よかった。静かだ。